ダックさんの名客の前に来てます。ナスダックといえばですね、本当に水回りの総合商社と言われてまして、本当にいい商品を取り扱っています。今日はこの改めてですね、現物大を元にですね、ナスダックさんのそもそもの方からですねご説明をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ナスダックの塚本と申します。よろしくお願いいたします。本日は、ステンレスキャビネットのキッチン、セスパーというシリーズになりますけども、そちらのちょっと中身を見ていただくと、箱本体をお持ちしたような形になっております。昨晩の重設、キッチンメーカーさん、どちらのメーカーさんも、その収納力というところに非常に力を入れてまして、うちも当然かなり収納力は増えてきているような形になっているんですけども、その収納のおいて、中に、キッチンですから、醤油とかお酢とか、あと洗剤とか、いろいろなものをこう収納してこう入れるような形になりますので、非常に匂い等々もこもるような形にはなってきているんですね。で、そこでステンレスキャビネットがそこで利点があるんですけども、当社の製品なんですが、ここちょっと小さいんですけど、材質が188ステンレスというステンレスを使っておりまして、細かいことは別としての 8% のニッケルというのが入っているんですね。そのニッケルというのが非常に消臭効果が強いというところがありまして、このキャビネット全体、この側板、背板、底板につきましても全てステンレスを使ってまして、キャビネット本体は木を使ってないという形のキッチンになっております。ですので、その匂いが実際発生すると思うんですけど、その匂いが木製よりもこもりにくいという形のキッチンになっております。で、実際これはどんがらの箱になってるんですけど、実際じゃキャビネットにこう引き出しをつけるとこういった形になるんですが、じゃこの引き出し本体、こちらの、ちょっと見えにくいんですけど、底板の部分にもステンレスが貼ってありますので、当然その匂いもそうですけど、清掃性にもすごい優れていると。木製ですとやはり色がついてしまったり匂いがこもったりするんですけど、そこをステンレスをふんだんに使うことによって、非常にその、食べ物を扱うものとしては優れた材質のものを使わさせてもらっています。で、あとちょっと分かりにくいんですが、この壁面ですね、こちらもキッチンパネル、実際タイルとかがつくような形になるんですけども、こちらもステンレスの材質のキッチンパネルというのを弊社の使わさせてもらってます。実際の扉全体がステンレスのものを用意させてもらってますので、全体的にステンレスで統一することもできます。で、それ以外に逆にこのステンレスというところが、その機能性の以外にもデザイン性にもちょっと調整しやすくですね、例えばこれタイルと合わせることも非常に良くてですね、例えばガス回りだけステンレスを使って、他の面はタイルという組み合わせも多くなってます。で、このガス回りというのはどうしても油跳ねが多いんで、その清掃面においてはステンレスの方が非常に掃除しやすいというところもありまして、このステンレスのパネルがご好評いただいておりますので、今後リフォーム等々を考えている方には非常におすすめな商材になると思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ナスダックさんの商品なんですけど、キッチン、お風呂ももちろん持ってますし、トイレも洗面も持ってます。今回はこのキッチンの188ステンレスを使ってるっていうことをですね、強調させてもらって商品を説明させてもらいました。今の世の中のキッチンっていうのは、安いものはもう変わりません。中身も何も変わりません。ただどんどん安く限界までいってます。ただいいものっていうのは進化しようがあるんですよね。中の今の話ですね、もう中内面の側面が割いたところ板までもステンレスにできる。またキッチンの表面の耐火の部分についても、ステンレスカラーを持っているキッチンパネルを持っている会社はナスダックさんしかいないんですよね。こういうところっていうのは本当メーカーさんの特徴だと思っています。うちもですね、ナスダックさんの商品をこれから本当にふんだんに使っていきたいなと思っています。やっぱ何で使いたいかっていうことなんですけど、やっぱりいいものだからなんですよね。ただ高いからいいんじゃなくて、金額に見合った商品なんですよね。だから中もそうです、ステンレスです。で、この扉の中のこういったもステンレスです。こういうところを妥協しないで作っている信頼のある、僕はメーカーだと思っています。これからナスダックという商品が世の中に僕はもっと普及すると思います。なのでプリモモクラとしても、これから情報発信する歌手としてですね、これからも宣伝をしていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。